チャワチャホロスターズ。さあ今日も始まりましたわちゃわちゃホロスターズ。イエーイ。というわけで今日の企画こちらです。企画だとフリースタイル予備校。フリースタイル予備校、フリースタイルって何？ラップ。そう、ラップのその要はちゃんとリリック書いて曲作って、なんか1曲3分何秒とかとかあるあいい、ね僕ね、とかではないんです。あ、じゃない、じゃないです。 BGM に思い思いのこう歌詞というかリリック載せてくって、それでまあ戦ったりしたりとか、ね、先生、はい、先生リリックって何ですか？あ、リリックは歌詞です。あ、歌詞のことです。アスラーネームとか知ってたよ。歌詞のことです。でもラップは本当に知識ないな僕は。ないね。あ、やっぱりあんま聞かない。ヨウヨウみたいなイメージ。ちょっとアルナンデスやってみてよ。イニシエアルナンデスやってみて。おヨウ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 、俺がアルランディス、ここに、はい、というわけでロボットだ。名前すらちょっと危うかったじゃないかよ。聞いてるけど、まあ得意ではないんですよ。なるほど、ね、ただまあ今回この企画は持ってきたけれども、うん、先生は私じゃないんです。は、おう、はい、誰かいるってこと。今回ちゃんと素晴らしいですね、ガチの方を。あ、ガチの方、ガチの方、ガチの方。大丈夫かな、僕ちょっと才能あるかな。まあ、そこは判断してもらおう。あ、判断しても、もしかしたら、いやめちゃくちゃ才能ありますって言われるから。あ、そうだよね、そうだよね、はい、本当に初見だからね。というわけで、はい、お呼びしたいと思うんですけれども、はい、すごいよくほんなんか最近のわちゃスターよくなんかこんなによくいろんな人呼べるなみたいな感じの方なんですけれども、ね、じゃあちょっとお呼びしたいと思います。本日のゲスト、ラッパーのコペルさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。初めまして、よろしくお願いしま す。ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。一応コペルさんのですね紹介をちょっと私の方からさせていただきますと、はい、お願いします。なにわのカリスマラッパー。おお、肩書きがすごいですね。あのかの有名ですね、梅田サイファーみたいな、うん、はい、R指定さんとも知り合いで、現在は彼の盟友としても、知られています。フリースタイルダイジョンや、ファーストテイクにも出演し話題になった方ということですね。なるほど、フリースタイルダンジョンいつも噛んでない。フリースタイルダンジョン、フリースタイルダンジョン、フリースタイルダンジョン。これってやっぱラップとかの世界やっぱ噛んじゃったりしたらもう減点なのかな。そうです、ね、もう噛んだら減点です。あ、じゃあもう今3マイナス30点とかだよ。でもだし、もう今のでディスられる。噛んだなみたいな。めちゃくちゃ言われる。なるほどね。この梅田サイファーっていうのが、まあ、さっきね紹介にも書きましたけど、ファーストテイクっていうのが本当に最近話題になって、あ、ね、うん、すごいなんか伸び伸び楽しそうに歌ってる映像とか僕は何回か見たんですけど、あの YouTube にあって、すっごいいいのよ。すっごい、すごいのよ。語彙力がなくなってちゃんと紹介してもらえますか。ラッパーとしてダメで、もう語彙力が溶けてなくなってるのよ。すごい楽しそうに、すげえすげえ人たちがすげえすごく歌ってるの。すげえしかない、マジで。まあ、すげえことは伝わった。その中の一人がこの方、コペルさん。なるほど、はい、なるほど、それはもうそれだけ偉大な方が来ていただいたんで、すげえ方ということで。そうなんです。今日は、まあ我々がね、まあ、こんな素人なんですけど、素人3人衆がまあラップできる、どのレベルまでねいけるかっていうところを教えていただけると、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういう企画なんですね。そうです。お願いします。お願いします。お願いします。というわけで、まあ早速ちょっとフリースタイルラップの授業に、行かせていただければなと思うんですけれども、コペル先生でいいのかな。コペル先生でいいですか。はい、コペル先生の方から何かこういろいろある、うん、あるんですか。一応、ラップに対してなんですけど、ラップってその韻を踏むんですよ。はい、それは皆さんもう分かってらっしゃる感じですかね。大丈夫ですか。なんとなく分かってる。分かってる。やってみる。イエーってこと。ボインって踏めてない。踏めてた今。ボインを踏むんですよね。そう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 、ボインを踏みます。そうなんですよ、ボインを踏むんですけど、もうそのただ韻を踏むだけではラップにはならないんで。なるほど。それをどういう風にいろんな韻を混ぜて例えば文章にするかってことなんですよね。なるほどね。例えばさっきアルランディスで韻踏んでみてっていう感じでやったじゃないですか。あ、はい、ありますね。アルランディス、めちゃくちゃ難しい、なかなか難しい言葉だね。名前長いしね。アルランディス、俺が吐く爆弾ディスとか。あー、ディスはディスがそう、ね、けなすのね。そう、けなす。なるほどね。俺がかあーで、しかも今文章というか歌詞になってたしみたいな。そうなんです、そうなんですよ。そういうことか。俺の名前はアルランディス、
今から吐くお前に爆弾ですみたいな。もうこれだけで今のでもうすごいかけてるよ。すげえ。さすが。爆弾ディス。爆弾とアルランってイン踏んでるんだって今気づいた。あ、そうなんだ。でもその母音合わせるんで、アルランで爆弾で踏むとか、ディスはそのままディスでダブルミーニングできるとかあるんですよね。なるほど。結構語彙力が大切になってきたりとか、はい、それって今考えたんですか？今考えました。聞いてて、まあ、やっぱ結構瞬発力とかなんかそういう相手の、 さっき言ってたフリースタイルダンジョンなんかは相手がその直前に言ったそのワードとかを引用して返したりしなきゃいけないから、結構瞬発力とかそういうのも求められる、いや世界なんですよね。すごいわ、全然思いつかないもんね。相当のところ思いつかない。なるほど。なんかその母音を合わせりゃ何でもいいっていうわけではなく、文章を作らなきゃいけないっていうことで、なんかそうですね、韻を踏むのは、母音を合わせれば何でもいいんですけど、文章を作って、相手に伝えるっていうことが、スタートでありゴールではあるかなと思います。なるほど、ね。じゃあちょっとさ、なんかフレーズで考えてみたらいいですよね、そういうのって。そうです。例えば、テーマとか、じゃあまあ、自己紹介だとしたら、はい、僕は名前が岸堂天馬と言います。岸堂天馬だから、はい、よう僕の名前は岸堂天馬ってやったら、その後岸堂天馬の音で違う言葉を言うんですよね。そうです。母音合わせて何がある？言います。俺の名前は岸堂天馬、食べてきたてさっきメンマ。おー、いいじゃないですか。あ、ほらほらほら、やった。さっきメンマ、メンマね、メンマ、メンマね、メンマ、メンマ。あー、これって音は3音じゃないといけないんですか？例えば天馬、天馬に対して、例えば6文字みたいなのが入るかってこと。そう、例えばさ、超むずくないか。泣く子も、言いたいことは分かるんだよ。泣く子も黙る剣の裁きさみたいな。どういうこと？どこに入ってる？で、裁きさと天馬ってさ、ちょっと似てない？似てます。あ、でもそういうのでも全然ありやと思う。ありな、へえ、ありだと思うんですけど、陰としては弱いって。あ、弱いんだ。弱いに入る、はい、弱いのか。ありだけど弱い。だ、騎士道天馬の周りに集まる変なメンバーとかでも。わー、すげえ。お前たちのことだぞ、変なメンバーって。いやそういうことか。すごいね、すごいね。なんかそういうのってどうやって鍛えるんですか？これはでも僕めちゃくちゃ難しい。思い浮かばないよ。俺ラップは好きなんですよ。すごいいろんなそのラップとか聞いてて、はい、で、はい、好きでこうなんか口ずさんだりとかねしたりはするんですけど、はい、自分でフリースタイルだとか韻踏んでなんかこう歌詞書くとかって絶対できないなって思ったりするぐらい難しいんですよ。全然できると思います。本当ですか？これは訓練でなんとかなるものなんですか？はい、訓練でなんとかなります。常日頃から例えば韻踏むとか、なるほどね、日常の出来事に。そうです。例えばコップがあればコップをチョップとか。なるほど、ね、そういうのを常に頭の中でやってると思い浮かんでくるのか。なんか軽くじゃあ韻踏むながら会話する。会話をしだから会話とか、そういうことですよね、常日頃から。そうです、そうです、そうです。常日頃からなんで、フリートークに韻を忍ばせるっていう。フリートークにね、韻を忍ばせよう。もうこれ、ちょっとしたラップバトルよ、これ。そうだね。そうだよね。そうです。スタート。例えば、アランさん、もうあれだね、配信活動を始めて2周年だね。そうだね、2周年。大丈夫ですか？配信活動に錯綜してたりとかしないですか？活動に錯綜。言われるとそこねってわかるんだけどさ、出てこないんだよマジで。そうか、活動に錯綜してないですか？何も言えない。何も言えない。ちょっとだって。アンサー返せないのマジで。やばいよな。すみません、なんかコツかなんか具体的ななんかそのものを教えていただけたりしますでしょうか？そういうことだ。本当にこれコツっていうか、はい、まあ、基本的なことなんですけど、例えばあいうえおを頭の中で例えばローマ字変換するというか、文字をローマ字変換させるんですよ。ローマ字変換させるんだ。はい、だからコペル、ホテルとかコケルとかじゃないですか。はいはいはい、これをローマ字変換すると最後に絶対 A がついたり I がついたりするわけですよ。うんうんうん、それを頭の中でこうちゃちゃっとこういじくるわけですよ。なるほど、ローマ字変換。
多分分かりやすいなローマ字変換か、ほんまに似てる言葉を言うっていうのが一番語感として似てるのとかすごくいいと思いますよ。今までのバチャスタで一番難しいわ。あのね、多分そう、ダントツで難しい。めちゃくちゃ頭使うのよね、これね。大丈夫です、大丈夫です。あの、とりあえずやってみるってことが一番大事だと思う。そうだよ、恥ずかしがらずにやってみようぜ。俺らホロスターズ。ホロスターズ。あ、ホロスターズは？ホロスターズってなんかあるかな。ははははは。ははははは。あ、でもその合わせ方めっちゃいいですよ。ははははは。ああ、気持ち。おんわ、おんわ。このようにないですね。おもう思いついてますか。え、待ってくださいね、ホロスターズですよね、はい、そうなんですよ、チーム名がね。はい、お願いします。でも、あのホロスターズって人たちに今日初めてお会いしたんですけど、このスタンスがすごくいいです。このスタンス、いや、強い。いや、やばい、マジですごい。いや、怖いわ、一周回って。なんかさ、伸ばしてるところとかがあるとさ、それをさ伸ばし棒で使っちゃいがちなんだな。だから そこが縛られてんだよ。縛られちゃダメなんだよ、多分。ちょっとこのなんでできる風のポジションになってるやってみろよ。このスター誰もできてないんだよ今。このままじゃ企画が倒れてしまうだろう。やばいな。いやでも先生、ちなみに今って一生懸命イン踏んでるじゃないですか。はい。なんかそのフリースタイルラップっていうものの中で、そのインを踏む以外にも技みたいなのってあるの？技？こういう返しするといけたりとか。例えばバトルとかあるじゃないですか、はい、おバトルとかやったら、そのなんて言うんでしょうね、うまいこと落とすというか、まあ落語のように、ああ、お後がよろしいようでみたいな、お後がよろしいようでみたいなのをつけたりとか、はい、あとは本当に服装とか、あ、容姿をちょっとけなすというか。はい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 。メンタル強くないんだ。メガネつけてるヒゲメガネ。メガネつけてるヒゲメガネって何？何？え、なんかどれぐらいやってるんですか？それを。僕は、どれぐらいやってその域に達したんですか、コンペル先生は。僕ラップ始めて15年になります。やばい、やばいって。なるほど、やばいって、ね、ラップ歴まだ10分経ったぐらいの俺たちが、え、さ、なんか失礼なことをお伺いしますけど、最初こんな感じでした、はい、めちゃくちゃそんな感じでした。あ、じゃあまあまあ、まあ、みんなそうなんだ。みんなそうなんだよ多分。そこから全然大丈夫だと思う。初めて作ったラップとかはなんどういうのがあったんですか。昔作って初めてラップをやった曲を、ネットに上げましたね。おー、ああ、なるほど。え、それ中学生の頃？その時は、高校生成り立てぐらいの時に。ああ、そんな若い時からね。もうそう、頭の中にはもう高校の初めぐらいからやってたんだね。ね、辞書とか持ち歩いてました。ああ、でもやっぱそうなんだ。はい。言葉のね、覚えてる数によってだいぶと違うもん。違ってそうですね。辞書持ち歩いてる痛いやつでしたね。めちゃくちゃかっこいいけどね、辞書持ってるやつラップやってんの、なんか尖り方すごくない？かっこよすぎる。んでもない。ラップのために辞書持ってるってのはすごいよ。そうだよね。でも多分尖りすぎてましたね、多分。あ、そんなに行きすぎてるぐらい。はい。中学高校でラップ始めて、そこからずっとってことかな、一時期離れてたことになって。いや、なくですね。すごい。そうだけやってるから。でもさ、せっかくだからさ、僕もさ、自分のさ、あれ、自己紹介ラップさ、やる？やりたい。でも、今日はさ、うん、とりあえず一旦、まずアランさんの先に作ろう。確かに。投げるね。やっぱアランさんが、やっぱ、ね、うん、一番今日はラップ詳しいから。まあ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 、入れるワードとか先に考えて。ああ、確かに大事かもね。名前と、あ、そういうのでもいいんですか、その先に入れたいのは絶対考えておく。あ、もう、基本的に歌詞考えるときとかは先に韻を考えたりします。先に韻、俺今書いとく、ちょっと広げといて話しよう。じゃあアルランディス、あとピザ入れたいの。ピザ、まあ、短いの多分やりやすいで、2文字とかでやりやすい。ピザが好きなんです。ピザがね、ピザが好きなキザみたいな感じでできる。あ、もうできたよ。いいじゃないですか、ね、そういうことよ。あれだんだん分かってきたかもしれない。イタリア生まれがイタリアだから。イタリアあと増やしすぎ。まあでも確かに何個かワードもらってそれ入れる自己紹介ラップするのはおもろいかも、ね、ショットガンは、ね、ショットガン、ショットガンあったっけ。ショットガンむずいね。ショットガン、あとなんかもう一個4ワード欲しい。4ワード、ピザ、イタリア、ショットガン。伊達男は、伊達男、伊達男いいと思う。
ゃこれで作ってみよう。なるほどね、はい、作ってみましょう。よし、考えたい。いや、ちょっとさ、力を借りながらにしようよ。自分で考えるのも難しいし、はい、まあでも第一声とアルランデスの名前のやつを、まあ、まあでもアルラン、ね、俺はアルランデス、通称アランみたいな感じで、あ、アランならね、どういうリズムなので、多分自己紹介やったらもうアカペラでいけちゃった方がかっこいい、ね、あー、あー、そうなんだ。俺はアラン、通称アラン、ここから止まらん、また止まらん、ここから止まらん、ああ、俺の今ワード考えて作ってけよ、ワード入れたやつを考えて。俺の名前は、俺の名前はアラン、止まらん、止まらん、ショットガン入れたいですよね。ああ、止まらん、ショットガン、なるほどね。止まらん、ショットガンでいいじゃん。止まらんショットガン、ガン、ガンとガン、あ、いいね。あー、それはアルランディス、通称アラン、喋れば止まらんショットガン、ショットガン、お、いいじゃないですか。いいじゃん、あ、俺の、いいじゃん、喋れば止まらんショットガン、イタリアから来たリアルな、ちょちょ、あ、なるほどね。イタリアから来たリアルな伊達男に入るかな。あー、イタリアから来たリアルなリアルなんだね。伊達男。俺はアルランディス。俺はアルランディス。通称アラン。喋り出したら止まらん。まるでショットガン。はい。ライクはショットガン。喋り出したら。ライクはって言いますよね。なんか。言います言いますよね。ライクはショットガン。ライカショットガン、ね。ライカショットガン。今使えてないの。なんだピザと伊達男。ショットガンとインフレもいいんじゃない。ショットガンと。ショットガン。イタリアから来たリアルな伊達男の方がいいかもしれないね。そこに伊達男っていう、伊達男で次に行くのか。伊達男、伊達男で、あとワードはピザ、あとピザ、ピザだけ。でも伊達男で踏みたいよね。伊達男、ああ、風のよう男で、風のよう、おー、風、おお、かっこいいじゃん。伊達男、伊達男、風のよう、風のよう、突き抜ける、目指すぜ一番星。コペル先生ヒントください。ですね、伊達男、伊達男、風のようで踏めてるんで、その後はまたそのちゃんと自己紹介のアルランディスで綺麗に踏めたらかっこいいですよね。ああ、なるほど。伊達男、そう、俺がアルランディス、見てくれてるみんなにピースみたいな。ああ、ディス、ピース、入れて、ここで爆弾ディス入れようよ。爆弾見てくれてるみんなに爆弾ディスはやばいだろ。風のように爆弾ディスですか。風のよう突き抜ける爆弾ディス。そう、俺がアルランディスダーンってこと。なるほどね。いいじゃないですか。あ、なるほど。じゃあちょっと歌ってみて今それ。じゃあピザなしね。じゃあピザもういいよ。よー、おちょっと早いね。よー、俺はアルランディス、通称アラン、喋り出したら止まらん、ライカショットガン、生まれはイタリア北から来たリアルな伊達男、風のよう突き抜ける爆弾です。ドーン、ドーンって何これ。ドーンって何。ちょっとダメだよ、ちょっともう一回正面向いてやってくれ。今完全に下向いてたから、今アランさん完璧見まくってたから。もう一回やります、もう一回やります。今のなんかアドバイスありますか。ここ、こうやって言った方がいいよみたいなあります。そうですね、やっぱ全体的に恥ずかしがってるのが、確かにな、ほんとダメよそれは。ノリノリでやってみろよ。ノリノリでやります。はい、改めまして、よう、俺はアルランディス、通称アラン、喋り出したら止まらん、ライカショットガン、生まれはイタリアから来たリアルな伊達男、そう、風のよう突き抜ける爆弾ディス、ダーン。かっこいい。いいじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいいじゃないですか。いや、これすごいね。毎回配信の頭でやろうかな。さっきまで初心者だったのにだいぶ入ってきた、ね、いいね、作れちゃったね。結構かなりラッパーっぽくなってりますよ ね。本当ですか。僕やっぱちょっとさ、対決習いたいよ。まあそのフリースタイル ラップっていう、まあ文化があって、で、まあそれでこうあれなんですよね、1対1でこうとかね、はい、あのチーム同士で戦ったりとか、戦ったりとか、はい。まあせっかくね、そのフリースタイルラップの偉大なる先生が来てくれてますから、審判としてちょっと、はいはい、あの公平な判断をしていただく形で3人で戦ってみる、はい、やってみるか。いいよいいよ、いや、いけるって。どこから来てるの。どこから来てるの。一回やってみる、ね、だって俺たちができなかったらね、後で見本見せてもらえばいいんだよ。ああ、まあ確かに確かに確かに。それか、あれはどうですか、あのテーマをつけて、あ、テーマ、ね、
よりいいラップをした方が勝ちっていうことでしょ。ああ、それ、それにしよう、それにしよう。テーマ？テーマ？それの方が争いはないんで。そうですね。この後急にギスギスして配信しなくなったりとかしたら嫌です。テーマ、そうです。テーマっていうのはどういうのがあるんですか？例えば、配信とか。配信？配信。あとか、例えば、そうですね。わちゃわちゃとか。あー、わちゃわちゃ。わちゃわちゃ。まあ、じゃあ配信にしようよ。配信で。それぞれの色があるから、やっぱ配信はね。はい。でも本当にもう好きなようにラップしてもう自分で終わるところを決める方がいいと思います。配信、配信、内心、内心、最近、肝心、肝心、会心の一撃の会心。あーあー、だここで食らわすぜ会心の一撃ダーンとかで締めればいい。あ、いいじゃないですか。攻撃的には強いですよね。ほら聞いてて安心、俺のトークみたいな感じ。ああ、安心、いいね、いいね。もうね、俺たちやっぱりまだまだ未熟なところいっぱい見えちゃったし、はい、やっぱここはちょっとね、強いものと戦って強くなるっていうのはバトル漫画のね、あーまあまあ定石でもあるし、強さを知って修行してみたいな。せっかくここにすごい先生がいるんだから、あ、まあ、確かにあるなんです。いけ、いやいや、戦わせようとするな。え、じゃあその今我々3人集まった文殊の知恵で結構頑張って配信でラップ組んでましたけど、はい、先生的にはあれですか、コペル先生的には配信に対するラップ内心に結構いっぱいあって感じですか。おー、あー、そうですね、やっぱり自分も対人にやってきたんで、あー、なるほど、やっぱしっかりと向かってくるものは対峙していきたいなと思います、ね、なるほど。ぜひちょっと1曲お願いしてもいいですか。じゃあ配信で僕もラップをしてみたいです。おー、そんなすぐできんの。じゃあお願いします。はあ、はあ、はあ、よ、俺もしっかり配信乗っ取りながら乗り込む。どこに行こうかな、まるで配信だったらタイムマシンなしだから、しっかりと味聞かせるようにしないと。だからカレーだったら俺もカレーに、言葉だけのためになるために、俺もタンメンじゃないぜ、しっかりとカレーみたいにグツグツ煮込むぐらいじゃないと乗り込むこともできない。リコメンド乗り込まへんとと思いながら、質疑応答しながらも、おう、どうどうどうしながらやるフリースタイルラップ、みんなの首振らすためにやる。いや、これがためになるかどうかわかんねえから、しっかりと分かってくれ。まるでわけわかんねえになってもホロスターズ、殺すスタンスは持たずにしっかりとやるから、わちゃわちゃガチャガチャガヤガヤしてても大丈夫、俺の方がやっぱラッパー。 yeah。 やべー、やばいって。ずっすごい、いや、プロ、今何個入りました、これがプロ。いや、 いや、これがプロのプロ。ホロスターズとかも入れてくれんだ。そうだよ。いやこれはちょっと俺たち鍛え直さなきゃいけないっすね。そう、言葉失うわ。うん、言葉失っちゃラッパーはできないんだぜ。いや、そうね、なんでラッパーのスタンスなんだよ。さっきから正しいんだけど。いや、やばやばいな。え、だって温めてきたわけじゃないですもんね、今。だってカレーとかさ、そうだよ ね、 今俺たちが出したワードとかでね、ねえ、やってくれる。乗り込むとかさ、なんかリコメンドとかさ、その英語も入れてさ、なんかやってたじゃん。ねえ、プロだわ。何？これはプロの技見たわ。怖いわ。もうダメだ。てんちゃんそのメモ取りながらやっててもダメだよ。やっぱこう。でもあれ、え、でもラップのその世界の人もやっぱその始まりとかは。こういうの決め打ちとかって言いますか。そうです、僕もあのノートに書いてました。あ、そう、あ、やっぱ、ね、使える単語をいっぱい書いたりしますよね、きっとね。はい、そうです、そうです。なるほどね。今日はもう乾杯です。オーガには。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またあれですよ、ラップがしたくなった時呼んでください。あ、わー、ありがとうございます。もうちょっとできるようになってから呼ぼう。そうね、俺たちを見てください。新しい俺たち見てください。そうですね、ちょっとなんか、はい、ラップの曲とか必要な時は言ってください。マジか。めちゃくちゃ、ちょっとそれすごいことなんじゃない。最強や。でもなんかできたらいいですね。そうですね、いや、いいですよね。ぜひちょっと、ぜひぜひ、はい、でもこんだけね、皆さんも言い踏めるんやったらラップ多分できるって感じですよね、練習すれば。いや、でも自信を持つことも大事だから。まあ、自信持つことは確かに。さっき俺も自己紹介最初照れてたからちょっとダサくなったけど、うん、やっぱ自信持ってやると違いますもんね。だからできるかなじゃなくて、やってみようの精神でやっていくのがいいかな。そうです、そうです、そうです。なんか今日でかく見えるね、多かった。
王が出たんです、ね、もうすでにね一皮むけてしまったから。一皮むけてるね王が。そうか、どうだ、そんなにでっかくなってそこから見る景色などうなんだ俺は王が放つオーラってことでしょ。おーおー、今一番いいインが出たかもしれないですね。あー、いい、ベストラップ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 、すごくない？出ましたんで、まあ、はい、本当にまあ初歩の初歩というかね、触りの触り部分だったかもしれない。いやでも楽しかったよ。いや面白かったです。あ、なんか普段使わない頭の部分使うよな、ね、すっごい頭働かせてんの分かった、ね、なんかちょっといいの出せたら気持ちよくなるから、多分これがいっぱい出せたらもっと気持ちいいんだろう。いやそうでしょ、うん、なんか分かんないけどなんかふくらはぎに今汗かいてる普段かかないところに汗かいてるよ。ちょっと違う、そうやっぱラップ、ふくらはぎに汗が、そこラップでかく汗なの。ラップでかく汗かもね。なるほどね。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、はい、はい、まあ以上ラップ講座というわけで、いやあのね、いやこれぜひね、あの見てる人もね、ちょっとね、なんて言うんだろう、自分の名前とかなんかそのツイッターで使ってるハンドルネームとかでインフンで欲しいわ。もうあのハッシュタグで書いてもらおうよ。わちゃスタってハッシュタグあったっけ？あるある、わちゃスタ書いてあるからそこに、ほら、ハッシュタグわちゃスタでちょっと、え、自分のその名前でインフンでみ？自己紹介ラップツイートしろ。それはできる人少ないだろう。いや、やっぱね、全然考えらんない。うん、考えられない、マジで考えられなかった。いやまだ頭固いんだよ。固かったね。ここからねやっぱりやってきたよね、まあ、だから僕はあの昔から勉強とかやってきてたけどさ、うん、そういったその柔軟性を持つ言葉の飛びとかちょっとむずいわ、というわけで、はい、はい、まあ無事ね、無事なのか、というわけで、まあ本当に触りだったんですけれども、まあ、はい、あの本当にコペル先生というあの、いろいろ名前出しましたが、梅田サイファーの一人でとかいろいろ出しましたけど、まあ気になった方はあのコペルとかで調べるといろいろとね、あの出てきたりとか楽曲とかも出てくると思うので、ぜひそこであのどれだけ偉大な人だったかっていうのは改めて確認していただければと思いますが、次回のワチャワチャホロスターズもお楽しみというわけで、いつもの挨拶で締めたいと思います。せーの、マツスターズ。次回のワチャスターもマツスターズ。オツスターズに乗るスターズ、乗るスタンス、オツスターズに乗るスタンス、何も言えんか。はい、というわけでここからは告知になります。いや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 、というわけでもう目玉ですね、はあ、ホロスターズ初の全体ライブ、ホロスターズファーストアクションジャーニートゥーファイトスターズサポーティッドバイブチロードがですね、やったやった、ついに、はあ、もうあと10日ぐらいですか。10日になったね。はい、迫ってまいりました皆さん。もうじゃあ両手で数えられるんだ。そうです。あ、もうダメだ、そのせいでオーガがこうなってます。テンションがおかしくなっちゃ う、テンションおかしくなっちゃう。というわけで日付がですね、12月26日日曜日で、日曜日場所がジェイコムホール八王子。八王子、はい、八王子ね。ここですね。すごいテンションの引っ張り上げ方。10日後だぜ、もうだってさ。まあそう、ちょっとな、テンションやばそうしちゃうよな。確かに、それは本当にそうなのよ。ですね、こちら、現地チケットの一般販売の、受付期間なんですが、2021年12月の4日、過去土曜日12時から、公演日、開演時間までとなっているので、お見逃しなくと。もしかしたらマンちゃんもうなくなってかもしれないよ、これ。そうだね。もしかしたらワンちゃんまだ買えるかもしれない。わかんないね、それはね。ちょっと調べてみて、はい、調べてみていただいて、調べていただいてということで、配信チケットの方も今月末の12月の31日過去金曜日、こちらの23時59分まで発売中となっております。いや、はい、これはもう個数制限とかないからね。ないです。そうだよ、いくらでも買っちゃっていいんだからね、はい、こちらですね、ライブ終了後から2022年1月の26日水曜日の23時59分59秒までアーカイブがね見れちゃう。何回でも見れちゃうってこと、はい、そういうこと。やったぜ。なので現地に足を運んでくれた人にも、おすすめのね、お願いします、はい、まあね、いろんな別の角度から見れるもん ね、 だって。そうだ ね、 だね、まあ、ライブだと配信だとどうなったんだろう。布団の中に入りながら見れるわけだから。うわー、布団の中でライブやっちゃうか。ぬくぬくしながらね。あらあらあら、寒いからね最近ね、皆さんも体に気をつけて。確かに急にいたわってきた、ね、だってライブね、10日前に体崩しちゃったら、まあ、大変だもんね。体調崩さずね、ここからちょっと万全に、ね、我々もねしていかなきゃいけないですけど、そう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 、まあ、もろもろ詳しい情報は、特設サイトにて、載っていると思いますので、チェックをよろしくお願いします。よろしく。